ルが舞い忍びます。ヨン、舞い順じますわ。いざ尋常に舞い散れ。任務完了いたしました。勝負ありですね。小学校を卒業する前、私の両親は突然姿を消しました。私一人を残して。そして最近知ったのです。両親は命を切り売りしてまで私の将来のためにお金を残してくれたことを。命の切り売りとは何のことです？さあ、切り売りといえば切り売りですよ。両親が残してくれたお金は貧民街の子供たちに全額寄付しました。蛇女の選抜チームにいれば学費も生活費もかからないですから。ヨミさん、私はもっと早くあなたと話をしたかった。話したところでそれが何になるというのです？もう言ってください。安い同情はいりません。同情などはしていません。私はただいいから言ってください。わかりました。致命傷にはなっていないはず。しばらく無理はなさらぬように。行きましたか。よかった。お嬢様には最後の時を見られたくなかったので。同情されるのは死ぬことより辛いですから。とにもかくにも、すべて終わりました。お父さん、母さん、今、ヨミもそちらに参ります。